ロの巣箱。すごい速さで傾斜を滑り降りていくな。それにみな足の下に板を敷いているようだ。見てよ、あの人なんて一枚の板で飛んだり回転したりしてるわ。あれこそ俺が作ったスキー板にボード、なかなか好評みたいだな。おお、カズマよく来てくれたな。おっちゃん、客も多いし盛況みたいだな。ああ、お前さんのおかげだ。スキーにスノーボードだったか。頼まれて作った時は半信半疑だったが、見ての通りレンタルする客が後を絶たなくて嬉しい悲鳴だよ。それは何より。お客さんも喜んでるみたいだし、やっぱり商売の醍醐味はお客さんの笑顔が見れることだよな。レンタル料で大儲けだ。購入したい人にはオーダーメイドといってさらに高値で売ろう。また悪い顔をしていますね。カズマさんが悪巧みしている時の顔よ。こういう時って大体トラブルが起きて儲けも何もかもおじゃんになるのよ。おい、フラグとしか思えないセリフはやめろ。ところでエイリカはどうした？一緒に来てたはずだが。エイリカならあそこよ。いやー、上手に立てない。何をやってるんだエイリカ。見てわからない？雪の上でスキー板をつけて立てない可愛らしさを演出してるの。白い雪は女の可愛さを強調させるわね。こうやってゆっくりゆっくり立とうとするけども、立てない。可愛いエリカちゃんにはスキーなんて無理かも。てへな、雪玉？すみません、流れ玉です。雪合戦をしようかと思いまして。あと可愛いことばかりに夢中な軟弱者に制裁を。エリカ、私は関係ない。みんなまとめて相手してあげるわ。それそれ、かわいい雪玉攻撃よ。どうして私に。だがこの冷たさ、それに硬い雪玉、なかなかに悪くない。楽しそうね。私もそれ。甘い高魔族のかっこいい雪玉を食らうがいい。はあ、こんなことで遊んだりしてみんなガキだな。おお、ずいぶん高い場所から滑り降りてくる集団がいるな。結構な腕前じゃないか。って、あれはトロールの群れじゃないですか。こっちへ来ますよ。しかもみんなソリに乗ってるわね。全然可愛くないくせに注目されてる。あれもダニエルの手下かしら。生意気ね。そんなことはどうでもいい。このままではこの雪山にいる人々が危険だ。せっかくスキーとスノボがいい商売になってきたのに、悪評が立ったら元も子もないな。みんな、スキー客を守るぞ。この巣箱。キャラエピソードとこの巣箱ストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。この巣箱。リーダーを倒したら他のトロールたちは逃げ出すはずよね。こんなに数が多いとリーダーにたどり着けないわよ。
大丈夫だ。万が一の時は私が身を挺してこいつらを引きつけよう。抵抗むなしく鎧を剥がされた私はトロールどもの餌食に。ダクネスは放っておけ。俺に策がある。メグミン、客の避難は済んだか？はい、全員一番下まで降りてもらいました。よし、それならいつものやつを遠慮なくぶっ放せ。守りに入ったトロールども一網打尽だ。待ちかねましたよ。行きます、エクスプロージョン。うわっ、ブーン。はあ、やっと落ち着い。あれ、どこだここ。誰かテレポートを使ったか？テレポートなんて誰も使えないじゃない。けど雪が全然ないじゃないか。これは一体。ああ、もしかして溶けちゃったのか、雪が全部。さっきの爆裂魔法で。しまった、俺としたことがなんてヘマを。我ながら、なんという威力でしょうか。やはり我が爆裂魔法は最強。ちょっと、なんてことしてくれたのよ。雪はかわいさを際立たせるって言ったでしょ。雪の上でわざと転んでかわいいねってチヤホヤされたかったのに。気持ちはわかる。私も雪が溶ける前にもっと雪玉を好みに食らってみたかった。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。どうしよう、やばい、これはまずい。なんだこりゃ。おいカズマ、どうしていきなり雪が溶けたんだ。説明してもらうぞ。その俺たちに責任はなくて、トロールがカズマの策に基づき、我が爆裂魔法で雪をすべて吹き飛ばしたのです。チョメグミ、ストレートに言い過ぎだ。そうか、爆裂魔法で。それは派手にやってくれたなでもお前も商売人なら、借りたものはきっちり返さないとな。おっちゃん、妙にニコニコしちゃって気味が悪いんだが。クレーター埋めて雪を元通りにするか、賠償金を支払うか、どっちを選んでもいいぞ。さあ、どうする。あー、なんでこうなるんだよ。このスパメインストーリー。